ぱよーちゃんっていうかもう10時あそこあれかな、ちょっと待って106だからそこだ、スポって前から入っちゃうからね、それが早い、よいしょバック取ろうと思ったらバックにならなかったね、よいしょ、ビヨン、よいしょ、あと失敗したどんまい、よいしょ、よいしょ、ダメだよ、よいしょ、オーライオーライ、オッケー、こんなもんかしら、オッケー、終わりなんか今日何気にさ、撮る暇ないかもね。ムソン君、久々に電源入れたら安定のバッテリー切れだからもう終わりね、終わり、お疲れちゃん。じゃあクオンちゃんの紹介するよ。これなんかここにほらボタンがあるでしょ、これ、これ押すとなんかこうやってさ、なんかこうやってほら、こうやって時間とかね、よいしょ、ほらこうやってなんかほら怒られた、アイグリングは必要最小限にしましょう、怒られるしね、なんかこうやってこのボタンで、そう、わかんない、校内やってるとね、ほら並んでエンジンばっかかけてるから燃費悪くなるよね。でこれがなんかね、ピンボケしてる？映ってる？なんかね、お家のマークとなんかバックって書いてるから、多分お家帰りたい時これ押したら多分バックって、そう、多分終わりのボタンだね、これね、そう、もうなんかお腹痛いしお家帰りたいなって言ったらこのお家のボタンを押すとね、そう、帰れるボタン、でこれは UD だから、これはブーッとホーンね、こっちなんだろう、なんかボケて映ってないね、なんかボケてるよね、こっちはね、こっちのボタンわかんない、これなんだろう、なんか UFO が着陸するマークだから、まあ UFO 注意かね、UFO 見たらこれをしたらね、多分ほら NASA に直通で連絡行って、多分そういうボタンだね、わかんない、こっちはなんかね、わかんない、なんかさ、うん、こっちわかんない、こっちはね、これなんだろうね、これ何のボタン、わかんない、あ、なんか扇風機かなね、これ押すと多分扇風機のウィーンって出てきてさ、ね。この下は何だろう、これ、下。これ落石注意かな？あ、これ多分落石注意のボタンだね。落石があったらこれ押すと、あの、国土交通省にほら、直通の連絡が行くから。でね、これは、これなんか、霧吹きみたいなボタンにこうあって、これを押すとほら、プシューってこうさ、あの、煽り運転とかさ、なんかこう不審者がいたらこれを押すとこうピシャって霧が出てさ退治するやつね、うん、で、ああごめんなさい勘弁してくれっつったら、このこっちを押すとほら霧吹き中止ね、うん、しょうがない勘弁してやろうって、ね、
これボタン押すともうあの、ね、横浜警察署にも直通で連絡いくからね。そう、これなんだろう、ダスオフだからダストボックスかな。多分これを押すとゴミ箱が多分出てくるんだもんね、からね。そう、なんかわかんない、これもこれなんだろう、これもなんかぶつかるマークついてるから、なんかね、これは煽り運転用かな、これね、煽り運転用のボタンね。なんかでもさ、俺緊急脱出用のボタンないよね、こうプシュってさ、こうほら戦闘機とかさ緊急脱出ボタンあるでしょ、緊急脱出ボタンないねこれね。ね、こんな感じ、なんかいっぱいボタンがある、こっちにもあるほらね、こっちにもなんかいっぱいあるしさ、なんかわけわかめだよね。これ無線ね。でこう、あ、やばい、これとか映ったらやばいね。これほれば今 GoPro ちゃんと無損君充電してるからね。あ、これはネギだね今食べたたぬきうどんのネギだね、これはね。でこの下にほら、ここにほら冷蔵庫があってさ、ほらコーヒー、あー水が落っこってった、もう知らない、ね、なんか画面がカクカクしてるから暑いのかな、ね、じゃあためになる、ね、YouTube の内装を紹介したからもう終わり、もう知らないからね、終わり疲れちゃう、ちょっと聞いてくださる方が、今ね撮ってたんだよ、ずっとまた切れたあ、そろそろやばいから切れる前に消そうって言ったと思ったらピーツってまた切れて、また動画撮れてないひどくない、ほらうどんこんな食べちゃったよ、ほらね、撮ってたんで今ずっとさ並びながら、ひどいよね、このつゆが染み込んだ天かす美味しいよね。ほら冷やしたぬきうどん、3回に1回はこぼすと言われているたぬきうどん、今頑張って撮ったのに、ね、ひどいよね。はい、あ、ほら進んだよ、あ、ほら目が二重になった、お、治ったなんか3列いるかな、うん、食べよう、だからもう忘れちゃったよ。じゃあさ、じゃあもう1回2回目の撮影行くからね、もう知らないからね、もうこれで止まったらもう今日の動画はさっき2分ぐらい撮ったからもうそれでおしまいね今日これでまた止まったら申し訳ない。じゃあ質問開始23番進んだよ。23番、なんでシフトチェンジするときよいよって言うんですか。あれだね、これほらギガちゃん乗ってる時の話だから結構前のやつだよ ねなんでよいしょと言うのか、ほらこの人もめちゃくちゃ前がいてるよ、ほらね、後ろ迷惑だよこれじゃね、ゲームでもしてたのかな、ね、よいしょはね別にシフトチェンジだけじゃなくてハンドル回してもよいしょって言うしね、トラック乗り降りするのもよいしょって言うでしょ、で椅子に座る時もよいしょって言うしね、階段上がる時もよいしょって言うしね、冷蔵庫とか電子レンジとか開け閉めする時もさよいしょって言うじゃん、ね、
そのフライパンで炒め物してでも優勝だ。あ、それ言わないかな。わかんない。そう、まあこれはね、もう人間のほら、こう、なんていうの、力学上、なんていうのかな、流体力学で、流体力学的に優勝と言われてるのは、もうこれは科学的にしょうがないことと証明されてるらしいので、知らないけど。だからこれは加齢とともに優勝が増えると思われます、ね。別にシフトチェンジがどうこうは関係ないと思われます、ね。だから卵食べるからね。おいしい。終わり。ほら、進んだ。じゃあ次ね。24番目、司会師24問目、何時から何時ですか、ちょっとね。まあこれはね、その日によります。朝で言うとさ、ほら鹿島市とかさ、筑波山の方とかさ、ああいうまあ大井ふ頭から3時間前後ぐらいのところ、まあ、会社から合わせると4時間かぐらいの距離行くところは、まあ朝のほら時間にもよるけど、ほら10時とかさ、11時とか鹿島市みたいに1時とかほら遅い時間のやつだったら別に危ね、慌てて早く行くこともないんだけど、まあそんでもほら順番が入れ替わったり早くなったりさ、あと遅く出れば出るほど道路混むから、そういうとこ行くときはだいたいね、会社3時ぐらいに出る感じ。そう、早いときは2時半とかで、うちから会社までだいたい20分ぐらいだからさ、朝のんびり走って、そう、早い時は2時起きで会社2時半とか3時ぐらいに出る感じで、今日みたいにほら校内とかさ、配達が近いとことか時間が余裕あるところ、なんか混みついてる、そういうとこはね、もう本当起きんの3時半とかで、会社出るの4時とか、遅い時4時半とかそのぐらいかな。でもそのぐらいには出る、朝はだいたいね。終わんのもだからもうぶっちゃけ日によるっていうか、ほら暇だったりタイミングよく終われば、早い時はもう4時ぐらいとかにね、こっち終わるけど、まあ、そっから帰るのにさ、ほら会社寄ってまたお家帰ってたんで、ほんとね一番早い時でこっちでパチンコ切ってからお家までトータルで1時間ぐらいの時もあるけど、まあ、大体平均的に言ったら1時間半ぐらいとか、時間帯によって混んでるって2時間ぐらいかかるから、まあ、4時とかに終わればまだほら空いてるからさ、まあお家には5時半前早ければね5時過ぎとかに帰れるかなぐらいで、遅くなるとやっぱ道路も混むし、首都高も混むしさ、そうこっちでやっぱ5時6時になるとやっぱお家帰って7時半とかさ8時とかになっちゃうから、まあ、最近はでもそんな遅くなることっていうか、最近っていうか直近のここ 1,2 週間はなんかほらオリンピックの影響とかヤードがほら時間延長してるから遅くなるけど、まあでもそんなにここ最近何か元気っていうとそんな遅くなることはないから、たまにドハマりすると俺もマックス何時だ、おろしワークのが10時半っていうのなんだけど、ね、もう10時半になるともうお家帰れないよね。あの時は確かね、もうそのまんま次の日現場が寄り来るって遠いとこだったから、そうもう終わったらそのまんまこのやつ何かえてそのまんま現場まで直行したけどさ、ね、夜の空いてる走った方が楽だしね。だから大体時間は何時から何時までとは言いづらいというか、ざっくり言うと3時から4時で、終わんのもざっくり言うと5時から7時ぐらいの間、ね、あでもこれもほら会社によるだろうから、なんともね、開口屋さんによる。いやうちなんかほらコロナでも結構早く来て並んでるけど先輩
他の会館さん見てるとね、なんかほんと6時とか7時とか8時ぐらいにわらわらわらって来て並ぶ会社も多いからね。まあでもその逆に俺らほら出会うのが夕方ビヨーンと伸びてハマってても、まあ、結構意外とそのハマってるのを横目に自分ら帰れること多いけどね、そういうとこがハマってる人はさ、ほんと帰り何時になるか分かんない感じだもん。まあ、それぞれ一長一短があるんじゃないかじゃん。うん、おいしい。今日2回喋ったから疲れたから終わり。だってさっきももう12、3分喋ってるのにさ消えちゃったんだからさ、このショックたるやもうね。だからもう終わり、切れたら怖いからこれで終わり。残りの質問は明日か明後日か明後日か来週かどうなることでしょう。あ、目が腫れる。ね、ほらタヌキが汁を吸ってくれたおかげでつゆがなくてよかったね。捨てるときつゆがあるとほら飲んでもしょっぱいしさね、縦でつなぎザバって捨てるのも効けるし、ティッシュで吸わしてティッシュが大量に消費してたけどね、天かすがいっぱいつゆを吸ってくれたおかげで美味しい天かすも食べられて、つゆの処理もなくてラッキー。だから終わり、もう消すからね。あ、じゃあ質問はこれで終わりで、ちょっとこれ一回切ってさ、一回ほら怖いから切って、あれだ、俺クオンちゃんのさ操作ほら DVD だから見れないから分かんなかったけど、今 YouTube でさいろんな人がね、クオンちゃんとかプロフィアとかスーパーグレードとかほら内装とか使い方とか紹介してくれてるから、それ見て結構ボタン結構分かった。3割ぐらい2割ぐらいかな。だからちょっと、あ、ほらやっぱりネギが落ちたから終わり。